浜行きは、海上自衛隊の護衛艦。初行き片護衛艦の5番艦。浜行きの名は、浜に降る雪に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して初の命名である。性能初限。基準排水量。2950トン。満載排水量。4000トン。全長130メートル。最大幅 13.6 メートル。深さ 8.5 メートル。喫水 4.19 メートル。機関コボーグ方式。式川崎ロールス、ロイス、オリンパス TM3 バイトガスタービン ×2 機川崎 RR タイン RM1C×2 機出力 45,000PS 推進機スクリュープロペラ ×2 軸速力 29.7 ノット乗員200名兵装62口径 76mm 単装速射砲 ×1 門 MK15 モッド2高性能 20mm 機関砲 ×2 機 MK29 シースパロータン SAM 8連装発射機 ×1 機ハープーン SSM 4連装発射筒 ×2 機74式アスロック8連装発射機 ×1 機68式3連装単魚雷発射艦 ×2 機搭載機 HSS-2 バイト SH-60J ヘリコプター ×1 機 C4 イスター OIQ-5 目標指示装置 SFCS-6 アンペア水中攻撃式装置レーダーOPS-14 バイト、対空。OPS-18-1、水上。OPS-20、航海用。81式射撃式装置2型-21年12月A、ソナー。OQS-4、電子戦。対抗手段。NOLR-6 バイト。ESM+OLT-3、ECM+OLR-9 バイト、RWR、MK-137、デコイ発射機、×2 機、その他、A 工具3型、対魚雷デコイ。艦歴、浜行きは、昭和54年度計画2900トン護衛艦2214号艦として、三井造船玉野事業所で1981年2月4日に寄港され、1982年5月27日に浸水、1983年11月18日に就役し、第二護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。1984年1月26日、第二護衛隊軍米下に第42護衛隊が進編され、同日付で就役した、峰行きと共に編入された。1986年、環太平洋合同演習、ラインパックに参加。1990年3月6日、第42護衛隊が第3護衛隊軍米下に編成替えとなり、定型校が舞鶴に転籍。2001年、航空無事故1万6000回達成の功績により、2級賞状を授与される。2012年3月14日、除籍。就役期間通しての走行艇は約140万キロ、走行回時間は約6万2000時間だった。